皆様本日はお集まりいただき、ありがとうございます。ありがとうございます。ます大阪会場の方、お足元も悪い中、はい、本当にありがとうございます。はい、拍手ありがとうございます。雨ですけどね。来てくれましたね。ね皆さん。嬉しいですね。はい、ちょっと不安でしたけどね。ちょっとだけ不安でしたね。今日はですね。あのプラグアンドプレイさんと行う。第四回目、三回目のイベントになります。<laughs> はい、で、あの今回、あの進行を務める、あのリンク J のイのと。 はいプラガンプレイの岩崎と申しますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします元気な拍手ありがとうございますあの私と個人的なお話なんですけどもですねあの4月はちょっとあの1ヶ月まるまる育休を取らせてもらっておりましてあの5月から、えー、社会復帰、えー、しておりますのでちょっと今日はですね慣れないところもあると思うんですけど、えー、よろしくお願いできたらなと思いますがあの坂井さんなんか最近の近況報告はありますかいやそうですねあのー まさに育休に早いとった中でも非常にあのまさに今あの題のダイバーシティ進んでいるなというところでしてあの今回のイベントはあいらっしゃらないんですけど先日リンク J であったイベントお子様連れの方もいらっしゃったりしましてあのイベントの何ですかね門戸というのもどんどん。 広げててていけたらななんて最近は思っておりますそうですよねであとはあの結構もう今年からなんかコロナが明けてるんじゃなかろうかというノリになってきてるので海外の活動も増えてると思うんですけどそこら辺はうはいまさにあの来週ですねバイオインターナショナルあのリンクで参加させていただく予定としてまして。 あの、ご出張で行かれる方とボストンのコミュニティつなげるようなリンクジ j ジャパンナイトというのもあの開催予定でして、こ,まあ、こういった海外での活動も減りきて嬉しいなと思っています。 ープレーさんも行かれれるとと、ね、く聞いいてまましたありがとうございます、はい、私たちもあのドイツのです、ね、ミュンヘンに弊社のヘルスケアの拠点があるもんですから6月の19日ぐらいから1週間あの私個人的に初ドイツなんですけど視察にです、ね、行ってきて同じ週にあのビッツプリッツェルというヘルスケア系のスタートアップさんのカンファレンスもあるみたいなんで、はい、とても楽しみにしていますし。 えっとさっきね、まあ、これ3回目で、ちょっと4回目と間違えそうになりましたけれども、それじゃ理,、ね、理由があるんですよね、はい、そこには。理由がございます。ぜひ、はい、ですね、4回目も開催しようと思ってまして、今まで計3回ですね、あのプラガー・ノ・プレイさんにリンクジェンの日本橋の拠点でしたり、今回の大阪の拠点でしたり、お越しいただいております。ですので、次はぜひ、はい、プラガー・ノ・プレイさんの京都の拠点でという話をして盛り上がっておりますので。 はい、ぜひあの四回目もですね京都でおそらく今年中にやると思いますのであのオンラインのそこの皆さんも現地の今来てらっしゃる方々もまたイベントを発信するのでね、えー、ステイチューンであのチェックしていただければと思いますよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいじゃあ,あの最初のトークは以上にしましてあの少しだけ事務的なご案内をさせていただきますあの今日のスケジュール投影お願いできますかありがとうございます。 本日これからですね、フラガーナプレイヤーションとリンク J の取り組みをご紹介させていただいた後に、スタートアップの皆様からのピッチを予定しております。 であの質問をです、ね、あのピッチの後、着直後にあの投げかける予定としておりまして、会場の方はあの手を挙げていただければです、ね、マイクをお持ちしますし、オンラインでも受け付けていますので、ぜひ皆様、どしどしお願いいたします。加えてあの会場の皆様は、ネットワーキングも予定しておりますので、ぜひそこで,です、ね、親睦深めていただけたらと思います。 はい。それでは、あのー、ご案内は以上となりまして、続きまして、あの、リンク J のご紹介を事務局長の高橋よりさせていただきます。よろしくお願いします。 え皆さん、こんにちは。リンク J の高橋です、えー。かなりカジュアルな感じで入ったので,です、ね、まあ、どうやってここに出てくればいいのかなと今戸惑いながら出てきたところなんですけども、あのー、本来ですと今日、ですね、あのー、リンク J の常務理事の佐山の方から、えー、ご紹介させ上あげるはずだったんですけども、ちょっと休養ができまして、代わりに、あのー、私の方から、えー、代わりに、えー、紹介をさせていただきます。でまずあのー 今日多くの方に登録いただきまして、まあ、会長にも多くの方来ていただいて誠にありがとうございます。あ、共催の一人として御礼を申し上げます。あのー、まあ今回は特にですね、関西ライフサイエンスの領域でま活躍をしているまあ5社のスタートアップの方々の発表を聞けるということですね。まあ、私も非常に楽しみをしているところです。とはいえ、リンク J がそもそもどんなことをしているんだということはですね。少し3,4分時間をいただいてご紹介をしたいと思います。 ここかなないちょっとお待ちくださいね。はい、いきました。はい、えー、これは LinkJ のまあ概要を1枚にまとめたものですあの。設立をしてからちょうど7年目に入っています。 われわれはあのライフサイエンスの領域で、まあ、イノベーションのエコシステムを醸成をするということを目標として活動している団体です。でまあ、会,員という会員制というものを取っているんですけれども、まあ、会員数としては今650を超えるでここにはアカデミア、行政研究機関スタートアップ製薬企業投資家ベンチャーキャピタル等々のです、ねまあ、多くの方々にご参加をいただいています。 でおそらくこういうようなイベントで知っていただいている方も多いと思うんですけども、まあ、昨年左下にありますけども834という、うんまあ、我々のプラットフォームを通じて、まあ、数多くのイベントを開催をしておりますで、まあ、大体それで20万人を超える方々にまあ参加をいただいているということでかなりそういう意味ではですね、まあ、ライフサイエンスに特化したものとしては大きい組織になってまいりました。 でこのほか、まあ、後ほど簡単に触れますけれども、例えば、えー、いろんなアクセラれたプログラム的なものであったりとか、あさまざまなあそういう,うプログラム、さらには施設、また、まあ、海外連携の機会なども我々はあかなり提供しています。で、ここに示したのが、まあ、その一部、まずはアカデミアとの連携ということで、まあ、見ていただくと、少しビジネでありますけれども、日本の いわゆる研究に特化をした大学研究機関の多くが我々のコミュニティに参加をしていただいているということが分かると思います。で特にそれで我々先ほどもバイオインターナショナルの話がありましたけども例えばそういうところでですね日本の方々と現地の方々、まあ、そういう皆さんが集まるような機会 ジャパンナイトのようなものを開催をしたり、またその現地からいろんな有識者の方々にいろんな意見を聞くような、リンク J アットバイオというようなものを開催をする予定にしています。また、そのコミュニティということの中で含めますと、例えば CEO さんなどを中心としたコミュニティであったり、ベンチャーキャピタルの皆さんのためのコミュニティ、まあそういうものも積極的に作っていっております。 まあ、多くはここはどちらかというと会員さんを中心としてはいるんですけれども、まあ、皆さんの、えー、そういう枠がどんどん広がってくるとより良いコミュニティになるんだろうなというふうに考えています。でもう一つは、まあ、場所、まあ、今回あの対面でお越しのいただいている方も我々の、まあ、関西の拠点ということになります。でまあ、多く例えばここれれは日日本本橋橋を示していますすのの左が日本橋の地図ででよねそれで まあ実は日本橋、このピンクで示したのは製薬企業のを示しているんですで。小さいエリアの中にかなり多くの製薬企業が集積をしているということが分かると思います。ほとんどが実はヘッドコーターの機能を持っているところということで非常に特徴的なエリアです。で、ここで同時に青色で示しているこれ15棟ビルがあるんですけども15棟というんでしょうかね。 でここは実は我々のパートナーである三井不動産が、えーまあえー、その施設をです、ねまあ、準備をして特にライフサイエンスの方々に特化をしたライフサイエンスビルシリーズという形になっています。まあ、こういうようなことを通じてこういう一つの拠点の中に拠点というかエリアの中に多くの方々にライフサイエンス関連の方々に集まっていただく。まあ、その中で右側に示すような、まあ コミュニケーションラウンジ、まあ、会員の方々が自由に使っていただけるものであったりカンファレンスルームオフィスまたは賃貸型のラボもこのエリアの外にはなりますけどもいろいろ準備をしていますでこのコミュニケーションラウンジこの大阪にもありますけどもその他、柏の葉であったり都の町さらにはニューヨークサンディエゴなどでも準備をしてさまざ、あ、まなところでスタートアップの皆さんが活躍をするのを支援をするというようなことを頑張っているところです それに加えまして、あのまあ、最近、いわゆる行政側のさまざまなエコシステムを醸成をするためのプログラムというものがあります。えー、関西ですと b i o ク、えー、それから東京あたりですとグレーター東京バイオコミュニティ、GTB、さらにはブロックバスターという形で知られている東京都の創薬医療系スタートアップ育成支援事業、まあ、こういうようなものには、我々リンク j としてもです、ねまあ、参加をしている。 まあそういうようなことを通じても、まあ、コミュニティの情勢というものに、さまざまな形でわれわれは関わっています。ということで、まあ、簡単にはなるんですけども、まあ、こういう中でですね、まあ、さらにこういう日本のまあエコシステムが育っていって、その中へのスタートアップの皆さん、投資家の皆さん、さらにそういう技術、イノベーションを受け入れる製薬企業の皆さんなんかとともに、ですね、まあ、一緒になってわれわれはイノベーションを作っていきたい、まあ、そういうふうに考えています。どうぞ今後ともよろししくお願いします。 はい高橋様、ありがとうございます。冒頭にもですね多くの方がご参加いただいているとお話していただきましたが、オンラインでも今、150名以上の方にご参加いただいているので、本当に嬉しい限りだなと思います。でで,ですね次スタートッップさんのピッチにに移る前にもう一つ 続きまして、プラグプレイ京都のバイスプレジデントで京都の拠点長、高本よりですね、弊社、プラグプレイの取り組みについても少しご案内させていただきますので、じゃあ高本さん、よろしくお願いします。 はい、あの皆様、こんにちは。ただいまご紹介に預かりました、プラグプレイの、えー、と高本と申します。えー、と私の方からあの簡単にプラグプレイの取り組みをご紹介させていただければと思います。あ失礼しました。はい。 えとまあ、プラグブレーはシリコンバレーの会社でベンチャーキャピタルとアクセラレーターあのスタートアップを支援するようなことをやっている会社なんですけどあの、まあ、目指していることとしてはシリコンバレーのようなエコシステムを、まあ、世界中に作っていこうということを目指している会社です。でまあ、日本でもです、ねまあ、失われた20年とか失われた30年とかで 大企業中心の,あの経済でなかなかこう打開策が見えなかったというところで、まあ、近年、スタートアップというのは注目されてますけど私もあの個人としてもです、ね、スタートアップがこう、まあ、日本でなかなか芽が出なかったような技術とかあの、まあ、新たなこう可能性を切り開いてくれるというようなことをあの、まあ、信じてあのそのスタートアップ中心の文化をこう作っていこうとしているような会社です。 でえー、と事業としてはあの、アクセラレーター、ベンチャーキャピタル、それから、まあ、大企業と、まあ、スタートアップをつなげして、あのそこからこう新規事業だったり、その大企業の,あの、まあ、デジタルトランスフォーメーション、まあ、こういったことを支援するような取り組みということをさせていただいております。であの始まりはです、ね、サイダミリーというイラン人のが始めた会社でして、あのまあ、彼はあのパロアルト、シリコンバレーに 最初はペリシャジュータのお店なんかをやっていて、そこに空きスペースがあったので、創業当時の Google、ロジテック、PayPal といった会社が入居して、であの家賃をあの株式でもらっていたというのが投資の始まりとなっております。で今はですね、投資件数としては1800社ほどグローバルで累計がありまして、ユニコーンも今34社排出しております。で、この中にも、まあ、あのデジタル系の,あの業種を問わず、 あのデジタル系のところが多いんですけど、一部、あのバイオ系のところも含まれているりしていて、まあ、このヘルスケアという領域に関しても積極的に取り組みを進めております。で、えっ、ー、と、こっちあえー、っと、はい、あのちょっとスキップしちゃいましたけど、あの、はい、あののはいこちらが我々のグローバルの拠点で、今、あの五十拠点以上。 でこのアクセラレーター、あの企業とスタートアップをつなげるようなプログラムっていうのをさせていただいております。で、えーとまあ、こちらが、あの我々のプラットフォームにご参画いただいている企業の一部ですけど、まああのまあ、こういったあの有名なブランドさんの会社、まあ、500社以上が、我々のプラットフォームで、まあ、世界中で、まあ、スタートアップ探索だったり、まあ、スタートアップの協業を通じたあの事業創出ということをあの取り進めているような形になっております。 であの我々の特徴としては、いろんなテーマでこういったあの取り組みをやっていて、もちろん今日のトピックの,あのヘルスっていうところもやってるんですけど、まあ、それ以外にもあのフィンテックとか、あとはあのインシュアテックとか、モビリティとか、まあ、あらゆる業界テーマでやってるので、まあ、そこのなんかこう、クロスオーバー、まあ、今もあのヘルスケアっていうところも、その業界に閉じてるじゃなくて、いろんなところにあのまたがるようになってると思うんですけど、まあ、そういったことも我々のプラットフォームを通じて積極的に進めてるような形です。 でえーとまあ、日本ではあの東京、京都、大阪の3拠点で8つのテーマであの大企業の,あのパートナーとしても今、えー、と約50社ほどご参加いただいてあの取り組みを進めておりますであの。ヘルスケアのテーマに関しては、まあ、あのその医療の課題に対して新しい、まあ、テクノロジーを持ったスタートアップの皆さん、まあ、こういったことで一緒にこう課題を解決していくというところを目指しているプログラムで。 あの今日ご登壇いただくあの会社さんもいるんですけどこれまで、えっと、合計80社ですねあのスタートアップをあのとその大企業の間に入って、まあ、協業支援ということをさせていただいておりますであのその他にもですね我々、えっと、医療機関とも連携してあの、まあ、医師の企業っていうのも最近はあのすごいトピックスとして大きくなってきているので、まあ、そこの 文化情勢とか実際にその企業のワークショップっていうのを開催させていただいてこのエコシステムづくりというところをいろんな観点から今取り進めようとしておりますでその他にもですね我々個別に製薬会社さんの支援っていうのもさせていただいておりましてこちら昨年から実施した事例ですけど田辺三菱さんの単独のアクセレータープログラムこれも田辺三菱さんが あのまあ、デジタルトランスフォーメーションだったり新規事業という文脈であの、まあ、テーマです、ね、をあの設けて、まあ、それに対して我々が世界中からスタートアップを集めて協業支援をしたというような事例になっております。まあ、こういった形で,です、ね、あのいろんな形であのこのエコシステム作りというのをやっておりますしき、まあ、今日も本当にあの素晴らしいスタートアップさんあの集まっていただいてあのいろんなあの、まあ、これからの可能性がある見えてくるようなセッションになると思ってますので。 ぜひ皆様最後まで、あの楽しんで、あの聞いていただければなと思います。はい、私からの発表は以上になります。どうもありがとうございます。ありがとうございました。それでは続いて、スタートアップのピッチセッションに移らさせていただきます。今、資料の準備をしております。 その間にご紹介を移らさせていただきます。1社目は株式会社ドスカス代表取締役の笠井和樹様にピッチをいただきます。はい、よろしくお願いしますあああ。よろしくお願いします。株式会社ドスカスの笠井です。いすススで,すいいですかはい、じゃ早速、えーと、私の方からピッチをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 はい、すみません、我々はまずあの基本情報なんですけれども、えー、株式会社、ドスカスというスタートアップでですね、設立がちょうど2020年の6月8日ですので、再来週,再来週でちょうど3年ぐらいの、えー、若い会社になります。本店所在地は東京の世田谷なんですけれども、あのまあ、コロナがあって、ですね、私がもともとこちらの出身なもので、U ターンで今、こちらに住んでいるので、今日この場で、えー、とお時間いただいていると、こんな形になります。 事業会社といたしましては、えっと、後ほどご説明させていただきますけれども、主要メンバーは、あの、私、葛西と、あともう1名ですね、CTO の落合の2名になりますけれども、私がその DX ですね、えっと、こちらの領域と、あと落合の方がですね、あの、農領域ですね、こちらに知見がございますので、この2つのですね、領域を組み合わせて、えっと、事業活動している、そんなような会社になります。はい。 ですので、えっ、ー、と、着眼点としては、脳機能のうちの一つであるですね、あの、視覚認知特性に、えー、と DX を掛け合わせるというのは、こんなようなことをしています。えー、具体的には、あの、まあ、視覚認知特性ですね。 下に書いてありますけれども、あの2つあって、1つはの距離感ですね、こちらを把握する空間にし能力というもの、もう1つはです、ね、あの物体にし能力というものがございますけれども、この2つの能力を VR であったりとか、タブレットですね、こちらを活用して評価、トレーニングしていくと、まあ、このようなことを中心にしてです、ね、自由活動している、まあ、こんな会社になります。はい、我々が解決する、まあ こんなことをしたいというような課題感なんですけれども、我々はあは事故の削減ですね、えっと、こちらをやっていきたいというふうに考えています。事故の削減も2つございまして、ですね、1つはあの左側になりますけれども、労働災害ですね、労災の分野になりますで。もう1つは右側になりますけれども、交通事故ですね、こちらを削減していきたいというふうに考えていて、えっと、左側の労災に関しては、ですね、やはりその長期的にはまあいろんな対策ですね、えー、されているので、 えっとまあ、減少傾向なんですけれども、まあ、近年はです、ね、やはりもうやり尽くしたというようなところで,です、ね、あの死者数であったりとか、救命要求以上というような件数というのが再び増加傾向になっているというような傾向にあるのと、えー、交通事故自体はです、ね、やはり近年、まあ、減ってきているんですけれども、やはりその75歳以上の高齢者のです、ねまあ、事故というのがまあ多いですし、やはりです、ねあのーまあ、死亡事故の割合がまあ高いですので、えっと、ここら辺のです、ねえー、死亡事故割合、 にまあ課題があるというふうに考えていてですね、ここをなんとかしたいというふうに考えているような会社ですので、我々のビジョンといたしましてはですね、視覚認知能力の計測とまあ評価でですね、リスクをですねまず皆さんに的確に把握していただきたいというふうに考えています。ここにいらっしゃる皆さんも自分の脳機能評価っていうのはおそらくご存知ないと思います。 まさかそんな40代の私がこんなに能力が低いなんでっていうような方っていっぱいいらっしゃると思うんですけれども、まあ、実は低い方は低いし、今高くてもですね、将来的にあの老化する、老化するのであの下がってくるので、ここら辺のリスクっていうのを適切に把握してですね、あ私はこうなんだというようなことをしっかり認識していただいて、まあ、行動変容していただくというのがまず一つ。 なのとあとはトレーニングもできますのでトレーニングを行うことでこの能力というのを維持、ねまあ、もしくは向上していただくというところにポイントがあってです、ね、これをもって事故に遭う人っていうのを減らしていきたいなというふうに考えています、はい、じゃあ視覚認知能力と事故って何か関係があるんですかというようなところなんですけれどもこれはあるんですね。 で一番上は空間認知能力と、まあ、自己リスクの関係性になりますけれども、えー、こちらは他社さんなんですが、まあ、本田義賢さんですね、こちらが4月にプレスリリース出されてますけれども、まあ、安全運転に関してリスクの高いドライバーっていうのは、えー、空間認知能力が低く、危、ま、機、あ、が見えていないため、えー、予測できないことがリスク要因であるということなので、 この能力が低いと、まあ、結局リスクが高いというふうに言われているというところなのと、あと、転倒ですね、漏災なんですけれども、まあ、特に転倒、転落、墜落っていうその事故に関しては、あのまあ、3つあると言われていて、まあ、1つは身体機能ですね。で、もう1つは、これが視覚認知機能面です。で、もう1つが環境面ですね。この3つが重要と言われていまして、真ん中ですね、今回視覚認知機能というのがやはり重要になってくると。 というところもやはりあるというところなのと、あと空間認知能力というのは、まあ、トレーニング実際にできて、です、ね、トレーニングできますよというのが一番下に書いてあるというところです。はい、いしょじゃあ、われわれこの、えー、技術ですね、使って、どのようなところに今、ビジネスの可能性っていうのをまあ感じているのかというと、ですね、えーまあ、職場安全だったり、まあ、テレマティクス分野なのかなというふうに考えています。 誰にというところなんですけれども、まあ、2C、2B 両方とも考えていまして、2C に関しましては、60歳以上のドライバーご自身、もしくはドライバーのご自身もそうなんですけれども、そのご家族ですね、このご家族に対してサービスを提供できるんじゃないかというふうに考えています。はい。 2B に関しましては、あの労働安全ですね、労働安全衛生部門っていうのが、えー、ございますので、この部門に対してのアプローチっていうのを、えー、考えています。特に工場とお持ちでですね、あのそこで転倒転落墜落リスクがあるですね、こういうようなリスクが有する職場を有するとですね、会社さんをターゲットにできるんじゃないかというふうに考えています。じゃあ何を提供するのかというと、まあ、申し上げている通りですね、えー、資格認知能力の可視化ツール、 と、まあ、トレーニングツールなんですけれども、可視化ツールについてはですね、えっと、冒頭 VR とタブレットを用いて、えー、人の能力というのを可視化するというのをですねお話しさせていただきましたけれども、これ実はですね、VR、タブレットを使わなくてもですね、車のセンサー情報から同じようにですね、能力というのを解析できるというような技術も我々持っていますので、まあ、これも活用してですね、あの合わせて広くサービスを展開していきたいなというふうに考えています。 よいしょ。こちらがえっとソリューションとあとはその我々実際我々のですね実測結果になります。ソリューションは。 ちょっと時間がないので、えっと、飛ばしますけれども、えっと、VR を活用した計測というのは、えー、こちらになってですね、真ん中が、あの、先ほどの、えっ、ー、と、テレマティクス技術ですね、車のセンサーから、えー、同じように、えっ、ー、と、能力を評価できますというところで、一番右側が実測結果なんですけれども、えっと、一番右側の実測結果重要なのはですね、青いグラフを見ていただければいいんですけれども、人の空間認知能力というのは、65歳以降から著しく低下して、70歳ぐらいになると、 5歳児の平均よりも下がってくるというところが我々の計測結果です。で若くてもです、ね、あの空間認知能力が70歳平均以下の方もいらっしゃるというところも、まあ、なかなかミスなのかなと思いまして彼らの,あのトレーニングを行うことで健康年齢を伸ばしてあげたいというふうに考えています。よいしょ で、こちら実属結果2なんですけれども、これ実際に先ほどの一番右のグラフをもうちょっと解像度上げて出しているんですけれども、左,左側ですね、実際あの大手企業さんの中で80名程度ですね、データ取ってみた現役世代の能力の分布なんですけれども、青色が高い、オレンジが標準で、ここのグレーが低い方なんですけれども、やっぱりこう現役世代の方でも2、3%。 リスクの高いい方っていらってらしゃるんですねだから1000人車を運転する方が車内にいらっしゃった場合には2 3 0名ですねやっぱりリスクの高い方がいらっしゃる現役世代でもで一方あの74歳から90歳までの方々はもうちょっと N 数少ないんですけれども、えっと、特に空間認知能力を見てみると高い方いらっしゃらなくて なんと75%がですね、まあ、ハイリスクの方というようなことがあってですね、やっぱり能力っていうのは落ちていきますし、75歳児の方のデータ見てもですね、まあ、これは結構衝撃的なデータなのかなというふうに考えています。はい。で、最後、トレーニングなんですけれども、我々 VR を活用したトレーニングですね、こちら開発して今プロトタイプっていうのがすでにありますけれども、すいません、本日ちょっとあの、 動画はお見せはできないんですが下のグラフはです、ね、事前検証で我々が実際にさっきの評価するで,です、ね、変化を捉えることができるのかというところをま1ヶ月間お子さんに対してトレーニングをした場合にどういうふうにその変化があるかというところなんですけれども空間認知能力物体認知能力ですね ともに、トレーニングをした群っていうのは、空間認識能力が16.3ポイント伸びましたし、物体認識能力っていうのが21.7ポイント伸びましたけれども、何もしない右側の群っていうのは、やっぱり脳機能を使えませんので、まあ、ほぼ変化なしというようなことでですね、実際にトレーニングっていうのは、すれば効果が出るし、弊社のツールでこれが捉えることができるというようなところが、今回分かりましたので、今後これは N 数を増やしてですね、もう大規模に開発していくというようなことをやっていきたいなというふうに考えています。 います、はい、すみません、以上ですありやもうか,かなりかなりあの詳しくさらにお伺いしたい人が多いんじゃないかなと思いつつちょっと時間が短くてすみません会場の方何か今ご質問をしたいというのあられる方いらっしゃいますか と聞くとそうなんですよね。大抵、あありますかあ。ありがとうございます。じゃあ、その1問で次のピーチに移りたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。勉強になりました。ありがとうございました。えっと、単純な質問なんですけど、えっと、本社の取り扱い機器は医療機器ですかもしくはトレーニングは医療行為ですか今、どうでどうしたいかっていうのを教えてください。今、医療機器ではなくて、将来的に必要であれば、医療機器にしていきたいなとは思っています。はい、今は違います。トレーニングも同じです。はい。 ありがとうございますあの。はい、いろんな可能性のある授業をされていて、あの今後の活躍が楽しみなスタートアップの一人でございました。それでは一旦あの会場の皆様あの、ネットワーキングをいただければと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは続いてのピッチのご紹介をずらさせていただければと思います。続いては株式会社メディフレーム代表取締役の和田淳様から。 ピッチをいただきます。今、資料を準備しておりますので、画面、はい、投影完了しましたら、始めていただければと思います。少々お待ちください。それでは改めまして、アダ様、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。株式会社メディフレームの和田と申します。 実はこのような機会をいただきまして、誠にありがとうございます。でですね、えっと、私、まずあの自己紹介をさせていただきますと、もともと病院薬剤師をやっておりまして、大学病院でキャリアをスタートして、まあ、その後民間の大学センターの立ち上げに入ったみたいな形になっております。 で、あとはですね、えっと、まあ、ガン専門薬剤師と言い,いまして、まあ、ちょっと皆さんご存知ないかもしれないんですけど、薬剤師の中で一番最初にできた専門資格というのを第一期の最年少で取らせていただいておりまして、そういったこともありましてですね、まあ、ガン治療の中で、まあ、どういうふうに薬剤師が関わっていくのかっていうのを、あの、非常に学会の立場ですとか、えー、大学病院の立場ですとか、いろんな立場で、えっと、関わらせていただいておりました。で、その中でですね、えっと、まあ、 治療を始めた後の患者さんのフォローをどうしていくのかっていうところが非常に大きな課題であるというふうに感じておりまして、まあ、それを解決するために今事業の方を進めているというところでございます。で、まあ、弊社が実現する社会というところなんですが現状ですね、えっと、非常にあの、まあ、バイオの皆さんですとか製薬企業の皆様もしくはがん、えー、センターですとか専門医の先生方専門の先生方のご尽力もありまして日本って非常にこう新しい薬が うまく使われている国だというふうには思っています。ただ、そこに関してですね、ノウハウがすべて、いわゆるがんセンターですとか、大学病院の中に閉じているというところがありまして、それを広めるための手段というのは、まあ、例えば製薬メーカーさんの講習会だとか、学会ですとか、論文とかっていうところで、自分で取りに行かないとどうにもならないというところがあります。一方で、例えばがんというところでいきますと、国民の 2, 2人に1人ががんになって、3人に1人ががんで亡くなるっていうよ 時代になっていますので、その専門病院の中だけでそのノウハウが生かされているというところが本当にそれが抗がん剤、新しい薬が社会実装されているのかっていうところに、私としては非常に大きな課題を感じておりまして、それを弊社は製薬企業様ですとか病院様ですとか薬局様、 をまあえーまあ、プラットフォームでつながせていただいて必要な情報が患者さんに必要なタイミングで届くような仕組みというのを何とか構築できないかというので今頑張っているところでございます。で少しここ、社会に説法なところもあるかと思うんですが、今ですね、なかなかあの薬に関しましてもです、ね、非常にニッチな薬っていうのがどんどん増えてきておりまして、除湿される薬の大体いい7、8割というのは抗がん剤もしくはオーファンドラッグというふうに言われています。 で一方で、こういった薬っていうのはあの非常に使い方も難しいですし、治験自体での,あの治療数、非常に少ない、まあ、使っている患者さんが非常に少ない状態で上昇されていきますので、まあ、その後のフォローも非常に重要だというところで、えー、施設、限られた施設でのみ使われる、まあ、ちゃんと使っていただける施設でだけ使っていただくという形になるので、非常に安全性としては高いんですけれども、えー、結局、先ほど申し上げたように、ノウハウっていうのは、大学病院とか専門の先生にしかたまらない。 それをまあ広く、ただ、えー、患者さん自体はその病院の近くだけで発生するわけでは当然ありませんので、まあ、自宅からちょっと離れた専門病院まで通院されて、2ヶ月、もしくはまあ例えば1ヶ月に一度だけ受診されて、そこでやっと専門の先生とお話しできるというような環境の患者さんが非常に増えているというところです。 で、またですね、さらに来年からはですね、働き方改革というのが医師にもかかってまいりますので、はい、いわゆるその専門、 性の高い先生方って、やっぱり個人ではできないあの。チームでやらないといけなかったりですね。検査機器だったりだとか、えー、いろんなこう本当にハードもソフトもたくさん必要ですので、ほとんどの先生勤務医でされています。ので結局、その先生方た、まあ、僕もずっと病院であの働いていましていつ帰ってるんだろうという先生がたくさんおられたんですけども。なかなかそれがもう、法律的に許されなくなってくるというところで言うと、じゃあその後、 まあ、薬をうまく使った後、じゃあ家に帰った後、どうやって誰が見ていくんだっていうのが大きな課題。本当にその薬が社会実装されてるっていうところを言うためにはですね、使い始めた後、誰がどうフォローするんだっていうところが非常に大きな課題だというふうに考えています。で、加えて、まあ、えー、その先生方です、ね、専門の先生方をうまく活用するためにやっぱり入院をしてしまうとリソースを使ってしまうので、外来でどんどん治療する。 っていうところで行くと、さらに外来の自宅にいる患者さんどうするっていうところになるかと思います。でここに対して、まあ、国としても何もしないわけではなくてですね、ここを薬局をうまく活用しようっていうスキームが、もうあのかなり長い。 長く、まあ、議論をされています。で、それが2019年の薬器法の改定ですとか、薬剤師法の改定の中で、まあ、自宅にいる患者さんのフォローを薬局、薬、まあ、薬剤師がしなさいというのが明記されたりですとか、いわゆる調剤報酬、保険の点数の配分を変えることによって、まあ、薬局の先生方に自宅にいる患者さんにもっとアプローチしなさいということがどんどん進められているというところです。ですね、ところがですね、まあ、あの、外堀として法律決まったから、点数変わったからと言われても、 一に、いきなり町にいる薬局薬局の薬剤師さんが、がん患者さんに電話できるわけがないですし、えー、新しい薬の情報にどんどんタッチできるかって言われると、そんなことはまずあり得ないっていうところがありまして、そこに対して弊社としてはですね、そのノウハウを、例えば製薬企業様であったり、例えば学会であったり、例えば私が持っているものっていうのを、えー、持ってきまして、それをまあ、薬局の薬剤師が現場で使える形で、システムと一緒にお渡しするっていうことを今進めているところでございます。 で、何をやってるかというところなんですけど、簡単に言いますと、ですねあの、薬のところの本当に専門の先生方に社会にそこになるかと思うんですが、一応、 あのえー、患者さんに対してお薬の説明するときには、医療者って一応頭の中でこのぐらいのタイミングで、この副作用が出るからこれ気をつけようねみたいなタイムスケジュールを基本持っていてですね、それに従って、まあ、あの患者さんのお話を聞きながらああ、このスケジュールに合わないけど、まあこ,のえー、この情報が必要だねみたいなことをしているというところがありますで。弊社としては最低限そのスケジュールの基本の部分だけを抽出してですね、例えば1週間後に下痢が出るんであれば5日目ぐらいに患者さんに対して 薬局から下痢の資料を送ると。 下痢が出るかもしれないからちょっと食べ物、辛いの気をつけようねとか、水分下入れ出たらちゃんと取ろうねみたいな資料を薬局さんから少し前のタイミングでお送りする。で、2週間目ぐらいに感染症が出やすいっていうところがあれば、10日目ぐらいにちょっとそろそろお風呂ちゃんと入って、えー、なんかこう、人が多いところはやめようね、ちょっと人多いところはマスクしようねみたいなお話っていうのを、えー、まあそのタイミングで送っていくというところで、極論ですね、薬剤師の先生方が何も、まあ,あんまりその薬に関して詳しくなく 患者さんに対しては必要なタイミングで必要な情報がお届けできる、そしてそこのマスターを変えるだけでそこの内容っていうのが常に更新されていきますので、新しく出てきた知見みたいなものもすぐにです、ね、弊社がシステムの中のマスターを変えるだけで新しい副作用に対する周囲、えーまあ、喚起みたいなのもどんどん入れていくことができるというところができるんじゃないかというところで今こういった仕組みを使って、えーまあ、患者さんに対するアプローチを進めているというところでございます。 でまあ、こういったことをすることによってですね、まあ、本来、今までですね、なかなかこう医療者というのはですね、自分が勉強したことを噛み砕いて患者さんにお伝えする。結局ですね、極論で逆説的に言いますと、自分が知らない情報は絶対患者さんに伝わらないという状態です。ただ、先ほど申し上げましたように、8割がオファンドラッグという形になると、それをキャッチアップしていくのってもうほぼ不可能といいますか。まあ 不可能な状態になってますので、それをまあ自分の目の前にいる患者さんの処方に紐づいた形で必要な情報が取られ、持ってこられて、それがそのまま自動で、えーまあ 展開されるっていうような仕組みを作ることで、より、まあ、患者さんとしては安心していただき、医療者としても自分が勉強する時間をがなくても安心して患者さんにアプローチして、その後自分が調べていって、その患者さんに合わせたことをしていくっていうような時間的な余裕が出てきます。またですね、制、えー、薬企業の皆様に対してはですね、例えば なかなか今まで実際にその処方を受けている、まあ、出してもらっている薬剤師さんへのアプローチってできなかったと思いますし、実際に薬をもらっている患者さんへのアプローチってなかなかできなかったっていうところがあるんですが、まあ、その処方に紐づいたところで情報提供していくっていうところで、そういった患者あの、医療者や患者さんに対してダイレクトに直接情報提供ができていくっていうのが大きいんじゃないかなというふうに思っていますというところです。まあ、こういった仕組みを使ってですね、安心して、えーまあえー まあ効果の高い薬を、その最大限のものを患者さんにお届けする、本当に社会実装するというところを、えー、弊社としては進めていきたいと思っています。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは1、2問ぐらいいけそうかなと思うんですけど会場の皆様、何かあの聞いておきたいご質問あられる方いらっしゃいますかそうなんですよね、通常は、ああいや <laughs> ぜひお願いします。 い,いえいえ終わったとない機会なのですみませんありがとうございましたあ,まあのちょっと僕の知識不足もあるんであれば、はいえっと、よく世の中的にあるオンライン調剤とか、はい、オンライン服薬指導と、はい、ど,どう今日の話ってリンクするのかっていうもしくはリンクしないのかも含めてなんですけどすあ,ありがとうございます あの、オンライン服薬指導、オンライン診療とは非常にリン、あの、シナジ味は高いんだというふうに思っていますが、えー、患者さんの目線で言うとですね、毎回オンラインで診療するという話、結構重いんですね。あのー、例えばですけど、ズームであれば、我々社、なんか、会社でやるズームだと、ちゃんと背景準備してとかできるんですけど、患者さんご自身がご生活されてる中で、先生と話しするときに、 ちょっと待って、キッチンでちょっと今ここ汚いよねとかですね。後ろで子供が泣いてるよねみたいな話になってくると、やっぱりなかなかその先生とお話しするのに、しかも時間を区切ってっていうところでいくと、非常にやっぱりそこのタッチポイントを増やしていくのっていうのは患者さんにとっても非常に大きな負担になるというところで、弊社としてはまずライトな。 情報提供だけでも定期的に行っていくというのは非常に重要なことだというふうに思っていまして、その中で、例えば患者さんからのご質問ですとか不安があれば、オンラインにつなげていく、もしくは電話につなげていくということができれば、よりこうその場所の距離と関係なく、えー、患者さんに安心して治療を受けていただけるようなことができるんじゃないかというふうに思っていまして、組み合わせが非常に重要だというふうに思っています。<laughs> はい、ありがとうございます。あ、では会場からもう一問でおりますのでお願いします。 オンラインでもいただいていですか。もしかすると時間がなくて答えられないかもしれません。すみません、興味深い発表ありがとうございました。小野薬品工業から来ました、片山です,、はいえっとですね。2点あります。まず1点目が、ですねこの薬局薬剤師さんの処方箋を受け取って薬の情報があるといっても、本当に医師がどの病気に診断をして、どういう病状でその薬を処方したのかというところが分からないと、適切なフォローができないと思っているんですね。うん、そこをどうフォローされるのか、まあ、それが1点目ですねで。あと2点目なんですけど、まあ、あの弊社を含めてです、ね。 特許制のある新薬がどんどん出ているわけなんですけど、とはいえ今、現場の実際の治療においては、まあ、大抵セカンドライン、サードラインぐらいからもう特許の切れた、非常に伝統的な殺細胞剤とかが出てくるようになります。そうなると、新しい情報、適切な情報を提供する側というのがいないと思うんですけど、そこはどうされるおつもりですかありがとうございます。まず1点目に関しましてはですね、今、ODX の,の中で、まあ、国として、えっと、マイナンバー,マー マイナンバーポータルを通じてですね、情報連携をしようというところが非常に進んできていまして、今年の1月から電子処方箋っていう、まあ、今まで紙でしかなかった処方箋が、まあ、電子的に受け取れるような仕組みっていうのが進んでいます。で、その裏っていうのは、ナショナルデータベースの中にカルテ情報を売るしっかり取り込もうっていうところが非常に大きな課題になってますので、その中で、そういった情報っていうのがリンクされてくるんじゃないかというところがございますと。で、もう一つですね、えっと、なんだっけ、<laughs> すいません。 あ、フレックスに関しましてはですね、今、まあ、とある学会とですね、えっと、本を作ろうという話をしていまして、えーつ、まあ、学会が今までですね、例えば、えっと、プロトコルですとか、まあ、ガイドラインなんかを出しているのも、基本的になかなか現場で使えないというか、それを咀嚼をしないと、えー 患者さんに提供できないという状況だったのを、まあ、弊社の、まあ、働きかけもさせていただいているんですけど、それを学会として現場レベルで使えるあの流度で出し,出していこうみたいな話をさせていただいておりまして、そういったそのいわゆるそのあまりこう、まあ、費用といいますかと、公共的な団体と協力させていただくことで、そういったあの古い釣り、 だけどよく使われる薬については、そういったところでカバーさせていただいていきたいなというふうに思って今、進めているところでございます。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは時間になりましたので、一旦終了とさせていただきます。ありがとうございます。はい、それでは続いてのピッチ、ご紹介に移らさせていただきます。続きましては、株式会社メディエレックス代表取締役の池部亮様に。 ピッチをいただきます。シーラー準備しておりますのでお待ちください。はい、それではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。私、メディレックス池部と申します。私、もともと看護師として病院で10年以上勤務をしてきました。 また、看護大学看護専門学校での非常勤という立場ですが、教員の経験もございます。現在も看護専門学校で教員をしている傍ら、このような自分自身で起業して、えー、メディアックスという形で様々な活動を行っております。本日はですね、皆様に看護教育における社会的課題2つお聞きいただきたいと思います。まず1つ目、2%という数字をお出しいたしました。これは何を意味しているのでしょうか 実は2020年の看護の臨時実習実施率を表しております。コロナウイルスのパンデミックによって、看護学生が実際に病院に行って患者に対するケアを学ぶ臨時実習といったものがほとんど行えなくなってしまいました。うん、この形が長期化すると、現場を支える看護師の質の低下につながる懸念というものが当然ございます。そして2つ目。 こちらがですね、教員の不足というように期待いたしましたが、そもそも看護師現場でかなり不足をしています。慢性的に不足している影響で、この20年間で看護大学急増いたしました。その結果、相対的に看護教員の数が不足して、教育の質の担保が難しくなってきたという背景がございます。我々はこれらの課題を解決するために、教育用電子カルテ、メディアイというものを開発いたしました。元来病院で使用される電子カルテはございました。 看護師は病院で働いている間、電子カルテから情報収集を行って患者の状態をアセスメントして必要なケアを行っていきます。ただし、学内で使用できるこのような教育用電子カルテというものは存在しませんでした。では、学内で教員はどのように看護のプロセスを学生に教えていたか。 実は教員が作成した A412 枚の情報から看護のプロセスを教えていたという背景があります。つまり、病院での実習、実践学習プロセス、そして学内での学生、学習プロセスといったものが大いに乖離していたという実情があります。我々はこのギャップを埋めるための製品を開発いたしました。じゃあ臨時実習に行ければ問題がないのか実はそうではありません。 昨今少子高齢化の影響によって担当すべき患者を担当できないというものを起きていましたがこちらの教育を伝授さメディアには豊富な模擬患者が搭載されていますのでその点も解決できますむしろ臨チでは学べない疾患を学ぶことで学生の思考力の強化につなげることも可能です、えー、さらにコロナ禍においてはこちら学内できなく自宅でも活用できますので代替実習のソリューションとして急速に普及いたしました国内では特許を取得済み現在は PCT 出願を通して各国への移行手続きに進んでいる段階となっております。我々が行っている価値提供、2つございます。まず1つ目 今となってはコロナ5類に講じたしました。ただし、当時は代替実習、どのように実現するのかというところが本当の喫緊の課題でしたが、厚労省から正式に学内での代替実習で単位認定を行って問題がないということで、実際に単位の認定につなげることをメディアはお助けできたかというふうに考えております。次は最も大事です。こちらがですね、昨年度、看護カリキュラム改正というものが実施されました。 今後強化すべき看護師の能力のうち ICT 活用能力や臨床判断能力、いわゆる思考力ですね。このようなものを期待できなさいというふうに公式に発表されています。メディアはこれらの今後強化すべき看護師の能力を効率的に強化、学内にいながら強化できるというところが最大の特徴となっております。ビジネスモデルは簡単です。各学校へのサブスクリプションサービスとして持続的な収益化が図られております。 優位性ですが、我々のサービス、常に産学連携をもとに開発しております。特にメディアや全国の看護大学教員の先生方や、教育学の専門家に監修いただいてますので、即現場で活用できたという背景がございます。現場の教員の不足という点に関しては、豊富な模擬患者の事例を用意しています。教員の先生方、ゼロだから模擬患者の情報を作る必要はございません。つまり、クラウド活用で効果効率化を実現することにつなげることができました。 実際に各大学様や専門学校様で様々な実践報告が行われ、論文化もされております。少しずつ教育用電子カルティを用いた学習効果が調べられ始めております。ユーザー獲得戦略、主に4つございます。まず1つ目、シミュレーターとの連携。現時点ではレールラ社のシミュレーターと連携しております。学内でのシミュレーション演習の質や効率性が大幅に向上いたしました。 現時点ではというような表現をした意味としては、他の他社様とも現在、積極的にこのシミュレーターとの連携という点を進めている段階です。二つ目が活用方法の連載。このような供給電子カルテ、今まで日本にはございませんでしたので、どのように学内で使用するのか、演習で使用するのかというところを、他社様の、こちらは株式会社南光堂様のオーンドメディアの方で連載をしていただくことで、実際に現場で使えるように工夫をしております。三つ目が、ラーニングマネジメントシステムとの連携です。 こちらは A 和システムマネジメント様のラーニングマネジメントシステムとメディアイが連携していることでメディアイを用いた学習効果の測定であったり e ポートフォリオの作成が容易となりました。最後に VR 教材との連携です。こちらは昨年度に当社とエアウォーターバイオデザイン社と共同で開発したメディアイと連携している VR 教材です。メディアイを用いて情報収集を行う。 そしてメディアへの事例と連携していますので、こちらの VR 教材を用いることで、デジタルメディアシミュレーションという新たなシミュレーション演習の提案、実践も行えるようになりました。セールス面に関しましては、当社全国で10社以上の販売代理店ございます、そしてパートナー企業様も製品という製品の連携でつながっておりますので、継続的に反則活動が行われているという背景もございます。ではトロクションを見ていきたいと思います。 全国の看護大学、専門学校を合わせて約1000校国内にはございます。すでに300校以上でこちらのメディアに導入いただいておりますので、視野は30%を確保できているという状況です。国内の市場規模、ただ看護教育だけですとまだまだ小さいのが実情です。最後の方にお伝えいたしますが、リハビリテーション教育や医学教育、薬学教育に広げていくことで市場はまだまだ大きくなってくると当社としては考えています。 競合との比較という点では、私自身が看護、看護師、そして看護教員ですので、本質的な課題を解決するための力があるというふうに考えている。これが大きな他者様との大きな違いだというふうに考えている次第です。今後の計画ですが、現在は多職種へのこちらのこのような教育電子カーテンの展開などを行っておりますが、将来的にはですね、オンラインで原則看護師の免許が取得できるような仕組みづくりにつなげていきたいなというふうに考えている次第です。 今のところではこのようなリハビリテーション教育機関からの要請によって昨年度からリハビリテーションメディアイという教育用電子カラテのサービスを展開していますが今年度は薬学部の教授の先生方と連携をして薬学部で使用できるような教育用電子カラテサービスの開始を見込んでいる次第です。チームは主に5名で開発を行っておりますが全国にパートナー企業様や監修者の先生方がいますので持続的に製品のブラッシュアップも行っております。 こちら最後です。我々のビジョンはテクノロジーで看護師、看護学生、そして医療者に新鮮な学びを提供することです。私自身、現場の人間でした、看護師という視点を持って製品の開発を続けることで、本質的な課題を解決をしていきたいと思っております。医療現場の課題というものはたくさんございますが、我々は教育課題にフォーカスをして解決をしていくことで、未来の医療、看護は絶対に変えていけると信じております。ご支援、ごめんなさのほどよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。それでは会場の方、ご質問いかがでしょうか今回は大丈夫ですかね。はい。じゃあちょっとすいません。あの 1問だけ失礼させていただければと思います。ちょっと差別化の部分なんですけれども、あの先ほどの薬剤師企業もそうなんですが、看護師企業もそうなんですが、現場力というのが非常に差別化のポイントなのかなと思っておりますが、後から来たあの競合さんにこう抜かされちゃう可能性なんかはないのかという質問はいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。 今の発表のとおり、当社が今提供しているものはあくまで模擬というところです、まあ、教材の延長線というようなところですので、まあ、当社が今考えていることとしては、やはりリアルデータの活用というところを当然、検討しております。今までこの医療のリアルデータの活用は、やはり製薬企業や新薬開発というところにございましたが、我々はこの教育での利用というところを検討してますので、まあ、その点に関して、えー、来年以降で新たな発表ができるかと思いますので、ご期待いただければと思いまますすありりがとうございます大変楽ししみにしております。 それでは、あの、他、その他のご質問はぜひネットワーキングタイムの方でお願いできればと思います。ありがとうございました。 はい。で、ここから2社、まあ、プラグアンドプレイ枠ということでご登壇いただければと思っています。えー、改めて、まあ、10分の枠で、まあ、ピッチが7分とか8分で、まあ、Q、Q&A が1、2分で、えー、繰り広げていけたらと思っていますが、まずはですね、1社目、えー、リハビリテーション3.03、えー、代表取締,取締役の増田さんにご登壇いただきますけれども、登壇内容が、睡眠情報から運動認知能力をそ、えー、推定して、個別性の高い健康改善法を提案する、 そして最善なパフォーマンスを提供する SAA システムの提案についてでは増田さんよろしくお願いします。ご紹介ありがとうございます。リハビリテーション3.0の増田博和と申します。よろしくお願いいたします。私たちはですね、健康な未来をすべての人にという思いで、リハビリテーションとテクノロジーを掛け合わせた AI の開発を行っております。私たちの提供価値は、 健康な未来に資する発見、予測提案でございます、私はですね、リハビリテーションの専門誌、作業療法士でございまして、2015年頃からですね、DX の実践や AI 学習モデルの開発なども行ってまいりました。 皆さんご存知の通りですね、平均寿命と健康寿命の差、この10年間介護が必要な10年間をどう減らすのかどう乗り切るのかというところがすごく重要な課題になっております。で現在ですね、7カ国が、えー、超高齢化社会となっておりますが8年後には34カ国になると言われておりましてトップを走る日本のですね、対策がグローバルに注目されております。 ここでですね、えー、まあ皆さんが健康に年を重ねていくためにはどうすればいいのでしょうかこれすごく難しいことだと思います。なぜならですね、えー、まず私たちのようなリハビリテーション専門職は患者さんのその日の状態というものを的確に評価いたしまして、ざっと数えてもですね、120万通り以上ある中から適切なプログラムを提供しております。 しかしですね、まあ、アナログサービスですし、まあ、ビッグデータにならない、また時間や場所にも制限がありますし、まあ、あの私たちも公的な制度で、えー、提供しておりますので、自費となるとすごく高価になるといったようなデメリットがございます。一方で、フィットビットなどのウェラブルデバイスというのは、時間や場所もフリーですし、まあ、安価ですし。 でも一方でですね、評価の判断というものが妥当かなといったところもありますし、そもそもどうやったら睡眠の質が上がるんだとか、どうやったら健康になるんやっていうのは、まだ教えてくれるソリューションというのはないというところでございます。そこで私たちの SAA というのは、あたかも作業療法士がマンツーマンで付き添ってコンディショニングをやっているかのような AI でございます。 SAA は睡眠をセンシングし、心拍数、呼吸数、体動を数値化いたします。それらを AI 分析することで、18項目を3段階評価いたします。歩く能力や食べること、または排泄などの運動機能、13項目と、記憶力や判断力などの認知能力を推定することが可能です。それらをもとに、測定した睡眠状態と、 そこから推定した健康状態から健康変化の早期発見やパフォーマンスの向上を行っていくといったものでございます。s a には3つの強みがございまして、1つはデバイスフリーであるということです。そして2つ目は新規性です。睡眠中のバイタルのみで健康状態を推定できるというようなかつてない新規性でございます。で、現在は 臨床経験10年以上のセラピストを教師データといたしまして、正解率、アキュレシーが95%になってございます。そして120万通りの運動プログラムの提案、健康リスクの推定といったところができるというところでございます。試作アプリが完成しておりまして、睡眠の可視化だけではなく、その日の運動能力、認知能力の推定、えー、経過記録、個別のリスク。 また、ハイリスクな患者さんの相当機能がございます。また、あの、介護施設向けではですね、その日の入居者さんの状態に合わせた介護方法の提案といったところもできます。私たちはこのアプリを使って、まずは医療、介護施設のですね、転倒予防の見守り業務削減、これをやっていきたいと考えております。 介護施設の過酷な労働環境の悪循環というものがございまして、24時間何らかの介護を、まあ、介護士さんたちは行っております。それと同時にですね、いつ誰が転倒するのかわからない中で、見守り業務を24時間行っております。 そういったことですから、11日に1人は残念ながら転倒してしまうということがございまして、転倒してしまいますと、受診の付き添いやインシデント報告書の作成、また家族様へのお詫び、そういったものが通常業務にさらにのしかかってくるといったような悪循環でございます。では、そもそも見守り業務がなぜうまく機能していないのか ということですが、まず1つ目は、誰もですね、スタッフ誰も、いつ誰が転倒するのかわからないということです。でもう1つは、センサーは動きを感知するだけですので、人も危機器もハイリスクな人を絞り込めていないといったような実情がございます。ですので、SAA というハイリスク患者さんを相当できる AI が求められているということです。 医療施設で,ですね、アプリの可用性検証なども行いまして、アプリの有効性といったところも確認できております。現在はですね、介護施設において、ユーザーペインでありますとか、またはその私たちの SA が寄与できるのか、そういった調査を行ってまいりました。で今年度中にはですね、最終の POC を行っていくといったようなところでございます。で、あの 今ですね、プラグアンドプレイさんからこうご紹介された大企業様と一緒にですね、今年度中にあのサービスのローンチができるというところでございます。ちょっとこちらは飛ばしまして、ビジネスモデルです。私たちの AI をですね、センサーメーカーさんに有料で提供いたしまして、センサーメーカーさんが持つ営業チャネルを最大限に活用して医療・介護施設に導入していくと、そういったあ戦略でございます。 一般の高齢者に向けては、ですね、まずはペルソナを年収800万円以上の働き世代としております。そして、任意保険会社さんやホームセキュリティ会社さんと共同協業して、ですね、私たちのアプリに誘導をいただき、さらにペルソナの方のご両親に対して、ペルソナの方がオンボーディングの支援を行って、まあ、見守りをやっていくと、そういったようなことを考えております。 そして私たちはですね、さまざまな健康課題に対して、えー、まあ産業データとです、ね、あの合わせて、えー、健康な未来をつくっていきたいと、でその中での基幹技術になっていきたいというふうに考えております。また私たちのこの技術はですね、グローバルに展開をしていこうというふうに考えております。 ロードマップはですね、今、初めての資金調達の活動中でございまして、今年度中にローンチをするというところでございます。メンバーは私とですね、SE であり、理学療法士でもある白井がコアなメンバーになっております。以上となります。リハビリテーション3.0、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、増田さん、ありがとうございました。それでは質問をつぐらい受け付けれるかなと思うんですが、どなたか、まず会場の方とか大丈夫そうですか。 特になさそうなのであれば、じゃあ、QA は以上で、ぜひ、じゃあ、ネットワーキングの時に皆様、えー、Q&A というか、直接お話ししていただければと思います。では、天田さん、ありがとうございました。 はい。では、最後、鳥の、あ、基礎さんも、はい、向かっていただいてますけれども、どうもありがとうございます。えっと、次ですね、トレジウムバイオファーマー、えー、代表取締役の基礎様に、ご登壇いただければと思っています。えー、テーマーがですね、歯科医師が見つけた、歯の生える薬、健康寿命の、え継続に向けた歯の再生治療薬の開発ということで、では、基、え、礎、ー、様準備ができ次第、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。トレジウムバイオファーマー社の基礎です。 えー、弊社はですね。もともと京大病院航空外科の高橋勝先生の歯の再生研究グループが前進でして、私と高橋先生はえっ、ー、と現役の歯科医師でもあります。で、実は主に患者さんの親知らずを抜歯とかしながら。 歯の再生研究を進めていたんですけれども、高橋先生は1998年からもう30年近く、歯の再生研究をされてきていて、課金費から始まって、最近には A メドの資金も得まして開発を進めております。でこ2007年の過剰子モデルマウスとの出会いというのが大きなきっかけで、 で2015年に AMED の支援を得てということで研究が加速しましてそして兄弟発ベンチャー支援という支援もいただきまして2020年の5月に兄弟発スタートアップとして起業させていただきましてもう,もう今4期目をおかげさまで迎えておりますで今高橋先生はあのちょうどここの会場に近いんですけど大阪の北野病院の方であの航空外科部長もしながら研究も続けてらっしゃってということで弊社としても研究も続けてらっしゃって 続けている状態です、す、えー、過剰子モデルマウスの出会いと言いましたけれども、過剰子というのが、えー、通常よりも多く歯を形成する状態ということなんですが、実はこれ、人にも存在します。で、今、あの歯科口腔外科領域では、まあ、病気と疾患という形でまあ抜いたりするんですけれども、人にも実はこうやって歯をたくさん形成する能力があって、この写真に示している、えー、この過剰子というのは、えー 第3の歯、永久歯の次の、えっと、状態で出てきているので、第3世代の歯ということで、実は人にもこの永久歯の次にもう一回歯を生やすポテンシャルがあるんだということが分かっているので、ゆくゆくはこの永久歯の次にもう一度歯を生やすことによって、自分の歯で長く噛めるようにすることによって、健康寿命の延伸につなげたいと思っています。 で、えっと、この過剰子モデルマウスというのは何かというと、この USAG1 というタンパクの設計図、遺伝子がノックアウトされたマウスで、まあ、歯の数が増えているということがわかりました。このマウス自身は、えっと、歯の数が増えているということ自体以外は、まあ、特に異常がなく元気にしているんですけれども、というところで、高橋先生がそれに着目されて、この高 USAG1 抗体というものを獲得されました。 でこの USH1 抗体を打つことによって、歯の発生を負に制御している USH1 を抑えることによって、本来は耐火消失してしまう歯の芽が成長することによって、歯の数が増えるということが分かっています。なので、この薬はやみくもに歯を生やすというわけではなくて、歯の芽を歯にする薬なので、歯の芽がないと歯にならないという薬になります。でこれまでの成果でいくと、高橋先生が今も実は、 あの A、メイドの支援を、えー、と継続的に受けていらっしゃいまして、この希少疾患であります、先天性無症患者さんに対する、まあ、新規抗体医薬品の開発という形で、えー、と補助金をいただいていらっしゃいます。で弊社としては、まだあの薬の開発だけで売り上げが立ちませんのでというところで、主に補助金をいただいたりだとか、まあ、資金調達をさせていただいて、研究を前に進めさせていただいている状態です。 で、まず私たちが治したいと思っているのは、一番左側の先天性無症の患者さんになります。この患者さんはどういう患者さんかというと、まあ、原因遺伝子が明らかになっているんですけれども、6本以上のまあ永久死がない患者さんになります。ということは、今はあの小学生ぐらいから乳歯が永久死に生え変わる時点でも歯がなくなってしまっているので、えっ、ー、と、今だと歯科インプラントとかもあるんですけれども、まあ、それを適用するまでは、 顎の骨が成長するまではインプラントの手術ができないので、それまでは入れ歯で過ごさないといけないという状態になられているんですけれども、えっと、この先天性無症に対してはモデルマウスを使った実験だとか、あと、あの、掛け合わせ実験だとか、あと実際に抗体を投与することによっての研究で歯の数が元に戻るということが確認できておりますので、まずこの先天性無症の患者さんが普通に 歯が生えるようにあ、えっと、モデルマウスを見ると歯の目はあることは分かっているのでそれを普通に歯にするようにすることによって治療につなげたいと思っていますで真ん中の部分むしろひょっとしたら会場の中にもいらっしゃるかもしれませんが実は1本から5本の欠損の患者さん10%いると言われておりましてこういう患者さんにも早期に適応を拡大したいと思っていますでもちろんこの後天性の歯の欠損も今あの研究開発進めておりまして第3の歯を生やすようにあの頑張って研究しているところです でえっと、義肢、インプラント、再生医療、薬等ありますけれども、薬で歯を生やす技術は今のところトレジウムが唯一かと思います。で、義肢もインプラントも簡便性だとか速さとかでいくと良さはもちろんありまして、弊社の薬の場合どうしても歯が生えるまで時間がかかってしまうというところなんですけれども、そこをどうするかというところは今検討しているところです。えっと、ゆくゆくは新しい治療法の一つとして選択肢が一つ広がればいいなというふうに思っております。 で今行っているのは、ちょっと見えてきまして、来年から医師主導治験を始めたいと思って、準備をしているところです。で今はノン GMP 製剤を獲得しまして、非臨床安全性試験をマウスとサルを使って進めているところです。でこの先天性無症の患者さんに対して2030年に上司したいなというふうに考えております。 で今まさにこの先天性無症の患者さんのレジストリの構築に努めておりまして、えーと、去年の12月から告知を開始したんですけれども、全国的にこの先天性無症臨床グループというものを、高橋先生を中心に、えー、各まあ大学、えー、と大学の矯正、えー、歯科だとか、あと小児歯科の先生方とまあ連携して、えー、この先天性無症の患者様のデータベースを構築していこうというところで進めているところです。 ということで、弊社が目指すのは、歯を失うことが怖くない社会の実現のために日々取り組んでいっております。今後ともよろしくお願いいたします。以上です。はい、えー、基様、えー、最後のお,お取りの発表ありがとうございました。えー、それでは、えー、何か会場の方でご質問がある方はいらっしゃいますでしょうか。ない、なさそうであれば、はい。 例れば、あの、オンラインでも、今のところご質問は来ていないので、ぜひまたネットワーキング中に皆さん、あの、お話ししていただければと思います。改めて発表ありがとうございました。 はい。それでは皆様本日イベントご参加いただきましてありがとうございました。これでの本イベント一旦終了になるんですけれども、冒頭でご案内の通り、あのリアル会場でご参加の皆様は、扉、後ろの扉出た会場でネットワーキングタイムをご用意しております。ぜひ、あのご参加いただければと思います。オンラインの皆様も本当にありがとうございました。また大阪でもイベントを開催したくですね、次回の企画に活かしていきますので、よろしければアンケートでお声をお寄せください。 はい。それでは、プラガードンプレイスリンクジェの共産イベント一旦終了とさせていただきます。ご登壇者の皆様、ご参加の皆様、ありがとうございました。